川崎ワールドに行ってみたいと思います。おー、とってもいい気分で今日も眠りにつけそうです。おはようございます、小粒です。本日日本一周何日目だ、もう多分200日ぐらい行ってるんじゃないかな。もうちょっと最近カウントしてないからわかんないんですけど、多分200日目ぐらいの朝でございます。関西方面の前回行けてなかった場所へのリベンジが完了いたしまして、関西を出発いたします。というわけで、お世話になった大阪の友人宅を出発して、今日からは南下していきます。見事な快晴ですね。大阪停滞中はずっと天気悪かったのに、出発するとなった途端この天気何なんでしょう。嫌われとんかな関西に。まあ懲りずにまた来ますからね。行きやすいんで福岡から大阪は、大阪南港にフェリーも通ってるし安いんでね、また来ますよ、来るからな。で、今日の最終目的地は淡路島です。今日の目標は淡路島で綺麗な夕日を見ながらテントに入ることです。というわけでですね、道中神戸の海沿いを今回は通るので川崎ワールドに行ってみたいと思います。ここね、すごい楽しみにしてたんですよ。今所有してるバイクが全部ホンダなのであれなんですけど、一応一番最初に人生で初めて乗ったバイクは川崎のエストレアですね。なので川崎好きですよ。エストレアは1995年式のキャブ車のちょっとだけ古いバイクに乗ってたので、なかなか癖がありましてね、愛着ありましたね。学生時代ずっと乗ってたので、そのバイクで初めて最後の夏休みに一人で北海道に行って、それが初めての長旅だったんですけど、そこでね、この私の旅人生が幕を開けてしまったんですね。はい、というわけで、楽しみにしていた川崎ワールドに向かっております。それじゃあ今日も一日ご安全に元気に行ってきます。Welcome to 神戸。ポートタワーですね、これが。写真で見たことあるよ。なんか砂時計みたいな形のやつ。お、港だ、港だ、船がある。あ、あれあれじゃん。B 神戸ってなんかよう写真で見るやつじゃん。ここですね、バイク専用。はい、というわけで、川崎ワールドに入ります。こっちには神戸ポートタワーですね。ずっと歴史年表が続いてきてて、まあ、川崎重工造船から始まり、工業機械とか電車とかで、1980年代後半から90年代、やっぱこの辺があれなんじゃないかな、 GPZ900R とか視聴者さんの世代ぶっ刺さりなんじゃないの。お、出ましたね、新型忍者 ZX25R。 これもう乗ってる人いるんだよね。うん、まあかっこいいな、やっぱいいね、このレトロ感。席行けるってよ。おお、ゼロ系新幹線運転台。すっごい、全然見えんやん。おお、これは何ですか。はい、というわけで、なんとね、今年の日本一周勢に初めて会いました。なんだかんだ私が今まで会ってきてるのは去年知り合った旅人さんたちなんで、2020年の日本一周旅人ライダーさんに出会ったの初めてでびっくりしました。あそこで写真撮ってたら、小粒さんですかって話しかけてくれて、 CBR250R で今年から日本一周始めた男性の方でしたね。
いやすごいさ、私と同じ箱をつけてたんだけどめちゃくちゃコンパクトに収まっててすごいなと思いました。もうね3ヶ月ぐらいで終わらせる予定で、あと10日ぐらいで終了予定なんだそうです。早い、私がこんなにトータルで1年以上かかってるのに。まあどんな旅をするかは自分次第なので、人それぞれの旅の仕方がありますんで、早く終わる人もいれば何年もかかっちゃう人もいるんですよね。わーでもすごいな、嬉しいな、同志にやっと出会えた。はい、というわけで、いよいよここから、明石海峡、明石大橋の方に向かっていきます。こう渡ればいよいよ淡路島ですね。うわーすごい、めっちゃ橋や、素晴らしい大きい橋。今からこの橋を渡って淡路島に行きます。それでは明石大橋通らせていただきます。明石海峡大橋イン。でかー、この橋すごい大きいですね。でこの海の景観が良くて、わーでもあっという間に渡りきっちゃうね。すごい迫力だ。さあもう渡りきっちゃう。あっという間に淡路島に上陸することになりますが、はい、淡路島上陸。島っつってもかなり面積の大きい島なので、なんか島感なさそうだよね。大きすぎてなんかこう実感が湧かなさそうな予感がします。え、このサービスエリアに観覧車があんの、すごいね。わー海が目の前にドーンと広がって素晴らしい。お、さっきまで私がいた神戸の街並みが見えます。今渡ってきた橋のふもとまでちょっとだけ帰ってきてますけど、すごいよ、さっきまでいたとこ神戸の街並み、都会ですね。さあ道の駅淡路右方向到着です。生しらす丼、しらすが有名なんかな。本当に橋の真下だね。おー真下だ、やっほー。橋の真下に来たのでいい景色を見に行こう。おーすごいね、いいじゃんいいじゃん。え、なんかあの変な形のオブジェは何なの、玉ねぎモチーフなんかな。すごい向こうの神戸の街並みがすごい綺麗に見えて、こう見ると近いんだけどな。ちょっとなんかお立ち台があるよ。この道の駅の近くに江島という何やら綺麗なねちっちゃな島があるということなので、そこに向かいたいと思います。まあここから2キロぐらいしか離れてないのですぐ着きますね。お、振り返ると橋がすごく綺麗です。これですね、これだ。何やら不思議な、何なんでしょうねこの島は。ちょっと面白そうなので行ってみましょう。江島は古事記や日本書紀に登場する島で、神々が世界で最初に作り出した島とされている日本最大級のパワースポット。もともとは陸続きだったんですが、海の浸食により本島から切り離されたもの。2000年前に形成された砂岩が露出したとても珍しい島なんです。もうそこで行き止まりなんだね。本当に眺めるだけの島みたいですね。そろそろもう夕方でですね、そろそろ日も傾いてきたということで、淡路島の西側の海岸沿いの道にやってきました。その名も淡路サンセットライン。すでにですね夕日がとっても綺麗に見える海岸沿いの道になっております。綺麗な夕日を見ながら走れたらいいなと思っていたので、この道をずっと南下して下っていきたいと思います。さあサンセットライン5時過ぎたんですけど、すでに私の右側はこんな感じです。素晴らしい、まぶしいこれはすごいいい夕日が見れる予感がします。楽しみだな。あとね30分ぐらいしたらいい感じに沈んでくるんじゃないかな。
おー、すごい、すごいいい感じの夕日になりました。行きましょう。わー、美しい。一回あの雲に隠れたんだけど、また出てきてくれた。うわっ、やばい、めっちゃ綺麗。すごい、うれしい、よかった、こんなに最高な夕日が見えました。わー、なんかもう今めっちゃ感動してるよ、胸がいっぱいです。よかった。映像ではやっぱり限界があるんだけど、あのね、やっぱね、肉眼で見る世界が一番美しいからね、ぜひ生で見てほしい、この美しい夕日を。うわぁ、すごい、この時間に来れてよかった。景色を見せてくれてありがとう、淡路島。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。